前に。すみません。カバー曲どうだったですか？みんなチャープ知ってますか？最近すごく流行ってる曲で、私たちはあのこれを使って、はい、マイク。可愛いですね。可愛いですね。ありがとうございます。はい、私たちがここまで全力を尽くしてきましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？2階の皆さんはどうでしたか？見えてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでですね、告知がございます。明日11時半からゲーマーズ秋葉原店さんで2階、タワーレコード渋谷店さんで18時から2回、インスタイベントを行うことになりました。はい、ミニライブと特典として握手会と撮影会、写真撮影会も行いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。そしてですね、タワーレコードさんでは K-POP ラバーズ TV にも出演することになりました。はい、皆さん楽しみにしていてください。ということで、いやなんかこの公演が決まってからずっと楽しみにしていて、早くやりたいなって思ってたんですけど、まだ来ないな、まだ来ないなと思いながら待ちつつも、もうこうやって2回目もう終わり、終わり、もう近づいて、はい、もうなんか本当に私たちがまだまだ本当未熟なんですけど、こうやって本当にたくさんの方に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。あ、私5年間この瞬間を待っていました。本当にありがとうございます。とっても感動して涙が落ちる涙が出そうでした。うん、ありがとうございます。今日私たちと一緒に過ごしてくれて本当にありがとうございます。またお会いできる日を待ちたいと思います。愛してます。大好きなメンバーのみんなとプロデューサーの皆様と一緒に舞台を楽しむことができて、今年に入って一番幸せな時間でした。ありがとうございました。来てくださったプロデューサーの皆様ありがとうございました。プロデューサーの皆様のためにもっともっと頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。以上、みんなでした。ありがとうございました。カプカーカプカーカプカー。アイドルマスターに初めて応募した時は、こうやって皆さんの前で舞台に立ってご挨拶できるとは夢にも思ってませんでした。だから今本当に本当に幸せで嬉しいです。本当にありがとうございます。私は本当に幸せな時間でした。これからもたくさん愛してください。プロデューサーの皆様本当にありがとうございます。これからも一生懸命懸命より良い姿をお見せします。はい、キラキラ輝くように応援してくださって、そして愛してくださって本当にありがとうございます。今日は絶対忘れられません。素晴らしい思い出をつけてくださって本当にありがとうございました。はい、私は最後に
私はココソリとしてデビューをしたんですけど、デビューをする前にココソリ YouTube チャンネルアニメーション研究所っていうそれをやってて、一番最初に紹介したのがアイドルマスターのアニメーションでした。その時に、はい、私たちは歌手がしたかったので、カバー曲とか録音もしたし、アイマスのカバー曲をいっぱいしたんですけど、どんどんハマっちゃって、しかも内容が私たちの話と本当に似ていて共感ができて、で興味が深くなって、去年アイドルマスターのコンサートに行きました。その時に本当にびっくりしたんですよ。違う世界みたいで、皆さん4時間ずっと続けてコールをやってるんですよ、歌いながら。声優さんも頑張ってるんですけど、声優さんの声が聞こえないくらい、もうみんなでもやってて、私その中に社長と一緒にいて、部長と社長とみんなで一緒にいて、ってなって、私はその時に思いました。私もいつかは舞台に立ちたいって本当に思って夢ができたんですけど、今日こうやってみんなで、メンバーたちとみんなでこの舞台に立つことができて本当に嬉しいし感激です。はい、ココちゃんは今ここにいないけど、ドラマにも出演しますのでココちゃんも応援してください。はい、はい、最後の曲になるんですけど、最後の曲はワンフォアオールという曲で、合宿の時にドリームと一緒にいただいた曲なんですけど、曲が良すぎて本当に何度も何度も聴きながらみんなで練習していた記憶がよみがえります。そしてこの曲の間はですね、撮影が可能で OK なので、皆様ぜひ撮影してください。はい、皆さん私たちのドラマ頑張って撮影しているので、皆さんぜひご覧いただいて、あと私たちリアルガールズプロジェクトと永遠に末永く付き合ってください。よろしくお願いいたします。応援してください。よろしくお願いします。私たちもいつかは大きい舞台に、これよりもっと大きい舞台に立てますか。どうも応援してください。皆さん応援してくださいありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後にみんなで、はい、せーの、プロデューサーの皆様よろしくお願いします。ではワンフォアオール行きましょう。行きましょう、行きましょう。Yeah.
となります。皆様どうぞペンライトを頭上高く上げてたくさん応援してください。よろしくお願いします。感動で感激して、うん、この瞬間を写真で残したいんですけど、皆さん一緒に写真撮るのってどうですか？上の OK ですか？2回大丈夫ですか？2回はい、ありがとうございます。じゃあそれではあの写真は思い出になるから、あの写真を撮りましょう。はい、写真よろしくお願いします。写真は誰が、누가찍어주시지？カメラマンさん、よろしくお願いします。앉아요。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなポーズは何しましょうか？ハートこういうのやってみたかった。私たちのツイッターとインスタ用です。동영상、동영상。
します。プロデューサーの方がいいかよ。始めましたか？시작했나요영상おーみんなありがとうございます。あのリアルガールズプロジェクトファイトにしましょうか。一緒に、はい、一緒に一緒に、はい、動画ムービー찍어주세요。私たちがリアルガールズプロジェクトって言ったら皆さんファイ ト、 ファイトお願いします。우리가リアルガールプロジェクトだとファイティングの場所。はいはいはい、せーの、リアルガールズプロジェクトファイト。ありがとうございます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 。はい、それではゆきかちゃん、はい、最後のプロデューサーの皆様、泣いちゃダメです。今日はお越しくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。私たちはこれからも日本でも活動したいと思いますので、皆様にお会いしたいと思っておりますので、これからも温かい目で応援してください。今日あとあのアマゾンの関係者たちも来てらっしゃって、ナムコのバンダイナムコの方々もいらっしゃってます。バンダイの方も来てらっしゃって、あと韓国の SBS であの放送されるんですけど、 SBS 系列の番組で、はい、あの3つの番組で、はい、するんですけど、韓国からここまで私たちを見に来てくれました。はい、はい、で挨拶しましょうか。はい、ありがとうございます。感謝です。感謝です。感謝です。頑張ります。頑張ります。それでは最後の曲をお願いします。お願いします。しよんねんきどは간절했던순간을어느새난내꿈에갖게되었어울고웃던만시
がとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。